日本北海道札幌市手稲区、手稲山口パストラル生桶、テイネ山口は北海道札幌市手稲区の地名。上長目の設定や住居表示は未実市。札幌市西北部、手稲区北部にあり、小樽市に隣接する。小樽市との地区北東の境界は、新川、北西の境界は、清川である。南は、星桶。 南東はアけぼのおよびアス風と接する。地区南部の一部を除く地区の大半が市街化調整区域であり、二十歳として利用されているほか、ゴミ処理場等が立地している。新川、星沖川、清川、濁川、山口雲がその名の通り、山口県出身者によって開拓された一帯である。1881年に最初の入植者が移住し、 その開拓地を故郷の地名にちなんで山口村と名付けた。1882年12月21日に正式に山口村となった。山口村の範囲は現在の天稲山口のほか、明物の北部、明日風、星沖を含む範囲にあたる。山口地区は元来砂地であり、開拓には相当な苦労があった。しかも不運なことに同時期に、 バッタが大量発生し、数少ない作物を食い荒らされた。それでも開拓を進めた結果、いくつかの作物が取れるようになり、さらに明治末期には稲が取れるようになった。1916年以降は、スイカの栽培を試みたところ成功を収め、これは後に山口スイカという故障で知られるようになる。2006年現在では、社会情勢の変化により水田は見られなくなったが、 それでも山口地区は農業地帯であり、山口スイカ改め、札幌スイカは昭和50年代から栽培されたカボチャ、大浜都と共に特産品として知られている。ありがとうございます。